僕病気じゃないよ夕ご飯の後、ケンは5本と咳をしましたそれから慌てて両手で口を押さえましたどうして5本なんて咳が出たのでしょう絶対出てはいけないのです明日は親戚のお兄ちゃんと釣りに行く約束をしているのです 氷の張った池に穴を開けてお魚を釣るのですケンはこの日の来るのをとても楽しみにしていましただから病気になんてなってはいられないのですあ、また出そうですケンはごまかして歌を歌おうとしましたでも歌わないうちにまたごほんごほんごほん、うん、あら、後片付けをしていたお母さんが振り向きました どれどれと、ケンのおでこに手を当てました。おや、熱があるわ。それからケンの胸に耳を当てました。まあ大変。ヒューヒュー音がしてる。僕病気じゃないよ。全然なんともないよ。ケンは慌てて言いました。<laughs> でもお母さんはきっぱりと言いました。さあ、うがいして。すぐ寝た方がいいわ。水枕して静かに寝てるのよ。寝れば治る明日釣りに行ける さあねえ。お母さんは難しい顔をしました。ケンはベッドの中でプープー怒っていました。僕病気じゃないのに、ちょっぴり咳は出るけど、ちょっぴり熱はあるけど、ちょっぴり胸がヒューヒュー言うけど、絶対病気じゃないんだから、明日釣りに行けるんだから。するとドアの方でトントンと音がしました。僕ちゃんと寝てるよお母さん。ケンは怒鳴りました。 でもまだ音がしています。剣は起きてドアを開けました。<laughs> するとそこには白いお医者さんの服を着た大きな大きなクマがカバンを持って立っていました。おや間違えたかなクマのお医者さんは剣を見てびっくりして言いました。剣もあんまりびっくりしたのでまたご本と咳をしてしまいました。<laughs> あれれ、ね、君も病気かい違うよ病気なんかじゃないよ。剣は威張って答えました。<laughs> ああ、そうかい。それはよかった。じゃあ、お医者さんはいらないね。わしは、ゴロゴロ坂の熊くんのところに往診に行くところだったんだが、どうやら道を間違えてしまったらしい。あの子、は明日遠足でな。行かれるように直してやらないとかわいそうだ。じゃあ、失敬。熊のお医者さんはそう言うと、大急ぎで後ろを向きました。あの、僕も見てください。ケンは思い切って言いました。熊のお医者さんは振り返りました。 だって君は病気じゃないんだろううん、でもちょっぴり咳が出るんです。どれどれ、熊先生は剣の方を向くと、あーんと口を開けてごらんと言いました。<laughs> 剣が言われた通りにすると、熊先生は真っ黒なクリクリした目で覗き込みました。ほう、晴れとる晴れとる。こりゃうがいをせんといかんな。うがいならもうしたよ。どうやってガラガラグチグチポイって。それじゃダメだ。熊式うがいじゃないとな。 どうするのそれ。じゃあ覚えるんだよ。いいね。熊先生は大きな口を開けて言いました。ゴロゴロガラガラガラッパチ。ガラゴロガラゴロゴロッパチ。クチュクチュペッペのクマッパチ。これを3回続けなさい。いいね。熊先生はそう言うと大急ぎで後ろを向いてしまいました。あの、熊先生。ンが慌てて行ったとき。 ドアはバケンは追いかけてドアを開けましたするとそこはいつものお茶の間でお母さんは編み物をしていましたケンふらふら歩いててはダメでしょふらふらなんてしてないようがいしに来たんだよケンはそう言うと洗面所に行って熊先生が教えてくれた通りにうがいをしましたゴロゴロガラガラガラッパチガラゴロガラゴロゴロッパチクチュクチュペッペのクマッパチ とちゃんと3回しましたケンはまたベッドに入りました喉は軽くなってもう咳は出ませんでもまだ熱はあるようです <laughs> 胸もヒューヒューいっていますああ熊先生に全部直してもらえばよかったなケンは残念に思いましたするとまたドアの方でトントンと音がしましたあ熊先生だ ケンが急いで開けると、その通り熊先生です。先生はびっくりして言いました。おやおや、なんてことだ。また君かい。どうやらまた道を間違えたようだね。やれやれ。熊先生は出て行こうとしました。あの先生。ケンは言いました。先生を振り向きました。僕ちょっぴり熱があるみたいなんだけど。どれどれ。熊先生はケンのおでこに手を当てました。<laughs> うん。ある、あるぞ。すぐ下げないとな。水枕ならちゃんとしてるよ。 それより熊式熱冷ましをしよう。どういうのそれ明日までに下がるああ我慢すればな。するよ僕。ケンははっきりうなずきました。するといきなり熊先生はケンの顔を大きな手でぐっと挟みました。それから大きな口をブワーっと開けました。ホラーなみたいな口です。ケンは怖くなって思わず目をつぶりました。熊先生は大きな舌でケンのおでこをペロンペロンとなめ始めました。 途端にケンのおでこはスースーしてきて熱は下がったみたいでしたこれでよしさあクマくんのところに行かなくっちゃクマ先生は後ろを向いて歩き始めましたあの先生ケンが慌てて行った時ドアはバタンと閉まってしまいましたケンは追いかけてドアを開けましたするとそこはまたいつものお茶の間でお母さんはさっきと同じように編み物をしていますケンお母さんは怖い顔をしましたわかってる だけど僕もう熱下がったよ。ケンは水枕をお母さんに渡しました。どれどれお母さんはケンのおでこに手を当てました。あら本当。でもまだ静かに寝ていなくちゃダメよ。ケンはまたベッドに入りました。<laughs> もうおも出ません。熱もありません。でもちょっぴり胸がヒューヒューいっています。熊先生、また道に迷ってきてくれないかなケンは何度もドアを見て思いました。しばらくして。 またドアの方でトントンと音がしましたあ、熊先生だ剣が開けるとその通り熊先生です先生は汗をかきかき言いましたおやおやまた君かえ。今夜はどうしてこう間違えちゃうんだろう熊先生は出て行こうとしましたあの先生、剣は言いました先生は振り向きました僕ちょっぴり胸がヒューヒュー言うんだけどどれどれ熊先生は剣の方を向くとパジャマのボタンを外しなさいと言いました それからカバンから聴診器を出して剣の胸に当てましたこりゃ大変だぞ暖かくして寝ないといかんぞ僕ちゃんと寝てるよいやそれじゃダメだ熊式いねんねんじゃないとなさあ入った入った、うん、熊先生はそう言うと布団で剣を穴に入った熊のようにくるみましたそれから大きな口を開けて布団の中にはぁ、あ、はぁ、あ、と息を吹き込みました 布団の中はいい匂いになってポコポコ暖かくなりました。これでよし。熊先生はうなずくと大慌てで出て行ってしまいました。どうもありがとう。ケンはお礼を言おうとしました。でも眠くて眠くてちゃんと言えたかどうかわかりませんでした。<laughs> ケンは目が覚めました。とってもいいお天気です。ケンは起きるとぴょんと飛んでみました。 それからドアを開けて言いました。<laughs> 僕もう病気じゃないよ。どれどれあんしてごらん。お母さんは腱の喉をのぞきました。それからおでこに手を当て胸に耳をくっつけました。あらほんとよかったわね。僕釣りに行けるよね。これなら大丈夫。でも念のためもう一度うがいをしておきなさいね。腱は洗面所に行ってうがいをしました。ゴロゴロガラガラガラッパチ。ガラゴロガラゴロゴロッパチ。 クチュクチュペッペのクマッパチって三回ね。